嫌よ。あんなスパムメール誰の信じる文句。仕方ないわね。ブロイネちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。あ、ナイ先輩。アクセス権限承認。目的地をセーフレイヤー学院に変更します。ええ、パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。ありがとう。最近ますます寒くなってきたね。天気予報によると今日は初雪が降るみたい。そういえば私の誕生日は毎年雪が降るんだよね。 みんなと一緒に雪合戦してた頃が懐かしいな。いろいろあったからなんだか長い間みんなで集まってなかった気がする。思い立ったが吉日っていうし、今日は一緒にご飯を食べよう。私が作ってあげるから。小さい頃冬になるとパパは暖炉にお鍋を置いて、その中にチーズをたくさん入れてたの。ご飯の時は何でもチーズを絡めて食べてみた。 パパはそれをカスラナの生きる道って言ってた。よくわからないけど、チーズに包まれた食べ物はあったかくていい匂いがして、美味しくて忘れられない味だったよ。雪の降る夜にみんなでフォンデュを囲んでグツグツしたチーズを眺めたら、きっと最高だろうな。学園長の好きな紅葉、ロザリアの好きな、 私は最強の場所。